さんこんにちは、汐留はじめです。今回は最近消滅してしまった6ドアの電車について皆さんに紹介していきましょう。この電車はもともと通勤の輸送力を増強するために誕生しましたが、とある事情が原因でいろいろなことがあった結果、残念ながらこの6ドアはなくなってしまいました。しかしながら日本の電車の歴史にとってこの6ドアというのは非常に重大なものです。この動画を最後まで見ればこの6ドアというものがどういうものなのかについて理解することができます。またこの動画では鉄道ファンでない方でも理解できるように内容を作っておりますので、鉄道に自信がない方でも楽しむことができます。ぜひ最後まで見てください。それでは始めていきましょう。まずは6ドア車の特徴から紹介していきましょう。6ドア車はもともとドアが片側に6つ、両側で計算すると合計12個ある電車です。従来の電車は山手線などを見てもらえば分かりますが、ドアは4つ、両側では8つ。こう考えてみるとこの電車のドア多いですよね。ではなぜドアが多くなったのでしょうか。一番の大きな理由は乗り降りにかかる時間を減らすためです。この6ドアができた1990年代は鉄道の利用者が非常に多かったのです。特に一部の路線では乗車率が 200% を超えていることもあり、時には輸送力不足になることもしばしばありました。特に利用者が多いことによってドアの乗り降りの時間が非常に長かったという点は遅延の原因にもなりました。またこれによって電車の運転間隔を空ける必要もあり、電車の増発も限界まで来ていました。当然このまま放置するのは良くないので、輸送力を増強しなければいけませんでした。一番単純な方法としては電車の長さを長くするという方法がありますが、この方法数にはお金がすごいかかります。しかも工事も大変です。こういった点から増結したくてもなかなか増結できませんでした。そんな最中この問題を解決したのが6ドア車でした。ただこれは厳密に言ってしまうと少しマシになった程度ですが、とはいえ一応一定の効果はあったようです。では6ドアとはどういうものでしょうか。具体的に見ていきましょう。先ほども言った通りドアが片側6つなどは確かですが、他にも恐ろしい点があります。例えばラッシュの時間帯に座席が全部畳まれるという点です。6ドア車の恐ろしい点といえばやはりこれでしょう。6ドア車はなんと座席が畳まります。畳まれるどころかなくなります。このため6ドア車の中では座れません。このため始発駅から6ドア車に乗ろうとすると結構嫌な思いをします。ただ一方で座席がなくなった分かなり車内の定員は増えました。さらにはドアも増えたために乗り降りもスムーズになりました。6ドア車は主に元から混雑がひどい場所に設置されました。例えば秋葉原駅の場合、乗り換えする際に最も近い5号車は E231 系では6ドア車に一時的になっていましたが、このようにして利用者が多いところに6ドアを置くことで乗客の乗り降りがスムーズになりました。またお昼の際には座席が一応使えたのですが、折りたたみ式のために座り心地がそもそもあまり良くなかったという点があります。ただ実際座席の座り心地があまり良くないと特に JR 東日本の車両はよく言われてましたね。こんなことがありましたが、一応1990年代には6ドアが結構導入されました。導入された路線は山手線、京浜東北線、あと横浜線にも導入されました。2000年代に入ると総武線や田園都市線といった路線にも導入されました。この6ドア車、今後の通勤輸送をより改善していくために導入されていくのかと思いきや、2010年頃から一気に減り始めました。まず消え始めたのは山手線。山手線はもともと6ドア車が2両つながっていましたが、いずれも4つドアの電車を新しく作り直して置き換えという形で作り替えました。ちなみにもともと6ドアだった電車は残念ながら廃車になりました。この結果、実を言うと作られてから5年ちょっとでスクラップになってしまったかわいそうな電車もありました。正直これだったらまだいいかもしれませんが、皮肉なことにこの6ドア車の淘汰はすごい勢いで始まりました。2015年頃から徐々にホームドアを導入するという鉄道路線が増えていきました。実際先ほどの山手線は少し早い感じですが、実は2010年代からもうすでにホームドアを設置し始めました。そして他の6ドア車が導入された路線もホームドアの設置とともにどんどん置き換えられていきました。また他にも車両の定員が増えたことによって、京浜東北線、埼京線、横浜線の場合だとそもそも6ドアが不要ということで、新しい車両には6ドアが導入されず古い車両が置き換えられたことによって結果的には6ドアがなくなるというパターンもありました。この結果徐々に6ドア車は姿を消すことになったのです。実際に京浜東北線自体
体は2007年くらいからもうすでに6段車の機械がどんどん始まったというよりも6段車が積んであった209系0番台が E233 系1000番台に置き換えられた結果6ドアがなくなっていたといった方が正しいでしょうか。京浜東北線こそ2010年代より少し前から置き換えられたちょっと珍しいパターンではありますが、他の路線はなんと揃ってみんな2010年代に置き換えられました。特に驚きなのは東急田園都市線でしょう。東急田園都市線といえば混雑がひどいことで有名です。この路線はあまりの混雑のひどさから東急が頑張って2008年頃から東急5000系電車という比較的新しい電車に6ドア車両を3つ付けるという工事をしました。しかしながら不幸にもこの6ドア車は全部なくなってしまったのです。当然東急田園都市線はかなり混んでいるので、こういった6ドアなくすと混雑が悪化するのではないかという懸念がありますね。実際当時東急はそういった考えを持っていたようで、6ドア車でも運用できるホームドアを考えていました。そして驚くべきことにそういったホームドアを設置した駅もありました。6ドア車というのは実際4ドア車とドアの配置が違うので、普通にホームドアを付けただけでは対応できないケースが多いのです。例えば東急が使ったホームドアとしては、ホームドアをホーム端ギリギリに置くのではなくて、ホーム端から少し離れたところに置いて、そうすることによって6ドアだろうが4ドアだろうがホームドアのドアの部分まで歩けばいいじゃんっていうホームドアができました。確かにこうすればドアの配置を多少気にしなくてもホームドアを置くことができますよね。このように東急は実際ホームドアを設置するときでも6ドア車を最初は守ろうとしました。しかしながら世の中そうはうまくいきません。東急田園都市線は東京メトロ半蔵門線と、さらには東武スカイツリーライン、東武日光線、東武伊勢崎線にも入ります。確かに東急ではこうすればいいかもしれませんが、他の2つの会社ではこういったホームドアを置くことは厳しいかもしれません。ホームの通路が一部大変狭くなっている部分があって、こういった形のホームドアが置けない場合もあります。ちなみにホームドアとしては他にロープ式のもありますが、あちらはやはり都会のような人通りが多い路線ではあまり安心感はありません。特に電車とホームの間に隙間が空いている場合があるので、こういった部分にロープのホームドアというのは非常に危険です。うっかりつまずいてしまったらロープを越えてホーム上に投げ出される可能性もあります。もちろんこれは最悪の話でありますが十分考えられます。さらには小池百合子都知事が時差別等を行うことによってラッシュ時間帯のピークの分散を図ろうとする実験が行われました。東急もその実験に取り組みました。例えば田園都市線では時差別ライナーとして従来東急田園都市線で走っている急行よりもさらに上の種別を走らせました。もちろんこれは臨時列車です。今でも定期化されてはいませんが、意外と最近はたまに走っている期間がなかったりあったり、他にも東急ではそういった取り組みが進んだおかげか時差別といういわゆる時差通勤をする人が増えました。このおかげでどうやらラッシュのピークの時間帯の利用者は少し減ったようです。その結果最初はホームドアを6ドアに対応して作るつもりでしたが、計画を変更し6ドア車をどんどん潰していくことになりました。混雑の心配がありますが、幸いにも時差水等の効果があったようで、2017年以降乗車率は上がってはいませんでした。そればかりかどうやら2018年か2019年くらいには若干乗車率が 3% ですが下がった気がします。この努力の甲斐があって東急田園都市線は混雑こそしていましたが、ラッシュのピークの乗車率を分散することによって6ドア車なしでも運行できるようになりました。またホームドアが設置されたことによって混雑がひどい駅では電車の入線速度を上げても安全になりました。これはつまりラッシュ時間帯にホームに入るときに減速をしなくてもいいということです。基本的にはこういうことはあまり起こりませんが、あまりにホームの混雑がひどすぎると乗車率がさらに悪化した際にはあり得たかもしれませんね。とはいえホームドアを置いたおかげでこういった問題は解決しました。このようにして2015年頃から明らかに新しい車両であっても車両を置き換えてホームドアを設置するために6ドア車が潰れていくという光景が見られました。そして一番最後まで残った6ドア車の路線は中央総武線の E231 系0番台という電車です。この電車は動画の冒頭でも触れましたが2000年に誕生しました。車両の中には実は2006年に生まれた電車もあります。しかしながら総武線もホームドアを設置することになりました。やはり安全対策という面と、そもそも総武線自体利用者が多くて常に混んでる上に、そもそもあの例の新小岩駅といういかにもホームドアをつけた方が良さそうな駅もあります。あの駅は転落事故が多いですからね。この結果東京オリンピックがあるということも踏まえてホームドアを設置することになりました。この際ちょうど総武線の E231 系0番台電車はみんな武蔵野線に行くことが前提になっていたので、総武線は10両、武蔵野線は8両ということもあって幸いにも6ドア車の中間車を抜くことによって、特に6ドア車の代わりの4ドア車を新しく作るという必要はありませんでした。ちなみに置き換えられた先は E231 系500番台山手線からやってきた電車です。ちなみにこの電車も6ドア車を連結していました。不思議なことに6ドア車に縁のある電車がやたら総武線にやってきますね。
とはいえ実は武蔵野線以外にも八高線に E231系01 台がお引越ししたパターンもあります。この理由としては八高線に E231 系を入れて置き換えをしたかったという点もありますが、他にも山手線の車両は実は総武線の車両の数より少なかったりするため、全ての E231系01 台を置き換えることができなかったのです。この結果、一部の E231系01 台は残さなければいけませんでした。ただ E231系01 台はみんな6号車がついています。また E231系500番台と0番台では電動車の数も違います。確かに現状のダイヤではどっちの E231系を使っても性能上は問題ありません。しかしながら、やはりホームドアを設置するということは停車時間が増えるということです。ダイヤを組む際には大体10秒くらい各駅で停車時間が増えるということです。そこで E231系500番台は加速力が少し高いという点を生かして、ダイヤをそのままに E231系500番台の高加速性能を使ってダイヤの修正を少なめにしようという考えが浮かびました。他にも総武線遅延が比較的多いので、こういった加速力が高い電車が走ることによって遅延を軽減することも期待できます。しかし E231系0番台、500番台の車と比べてモーターの数が2両分少ないのです。これではさすがに加速力は上がりませんね。そこで活用されたのが八高線に転属した E231系0番台の余りです。八高線というのは4両編成で運行されます。このため10両編成の総武線の E231系0番台が転属される際には、付随車が4つ、モーターが付いた車両が2つそれぞれ余ります。そこで E231系0番台で総武線に残る編成に対し、6ドア車と1両の付随車を交換すれば、車両性能的には E231系500番台と同じような感じになります。他にも常磐線に転属する際に中間車が余った電車がありましたが、その中間車が余った電車も活用したというケースもあります。このような形で E231系0番台からは6ドアの車両が消えてしまいました。そして消えたのは2020年3月13日、特急日立が仙台まで復活するといった大きなダイヤ改正である2020年3月14日のダイヤ改正の前日でした。このようにして6ドアの電車は日本から消えてしまいました。ではもう6ドアの電車に会えないのでしょうか。答えは違います。実は6ドアの電車、日本じゃなければ会うことができます。それもしっかり営業している路線で。ではその答えは何でしょう。答えとしてはジャカルタを走るシリーズ205でしょうか。ちなみに日本語読みするとシリーズ205です。205、鉄道ファンだったら聞いたことがある数字ですね。この205っていうのは当然 JR 東日本がもともと持っていた205系通勤型電車です。この電車はもともと埼京線で走っていました。埼京線は皆さんもご存知の通りかなり混んでる路線です。痴漢も多いです。混んでるからこそ痴漢が多いと言ってもいいでしょう。この結果6ドア車がいっぱい付けられました。ちなみにこの6ドア車は山手線からリサイクルされました。先ほども言った通り、中には10年足らずで置き換えられて廃車になっちゃった6ドアもあるので、こういった形で再利用されたのは少し嬉しいですね。そして驚くべきことに、この205系の6ドアというのは JR 側としてはもう置き換えてしまっていらないけれど、まだまだ動くっていうことから、鉄道車両がちょうど欲しくて線路事情も割と似ていたジャカルタの方にお引越しすることになりました。ちょうどジャカルタも鉄道の利用者が非常に多く、混雑解消を課題としていました。そのため実を言うと、この6ドア車って非常にこういった環境では適していますね。空前にも日本式の詰め込みスタイルが海外でも役に立ちました。ちなみに205系電車自体は1985年以降に生まれた電車です。正直あまり新しいとは言えませんが、私鉄によってはこの電車よりも古い電車を普通に持っているケースもあります。そういった意味では意外とこの車両、車体がステンレスということもあってまだまだ活躍できそうですね。このように日本では6ドア車の役目を終えてしまいましたが、ジャカルタではまだまだ6ドア車を見ることができます。ジャカルタも鉄道の利用者が多いので6ドア車も助かっているでしょうね。そしてこの6ドア車の第二の人生、一体いつまで続くのでしょうか。それは私たちにはまだ分かりませんが、おそらくしばらく大切に使ってくれることを願いましょう。というわけで今回のまとめです。1990年代から輸送力が不足していたけれど、線路を伸ばす土地もない、長い車両を扱うためのスペースを作るのが難しい、おまけに駅でのお客さんの乗り降りの時間がすごく長くなってしまい、お客様混雑による遅延が当たり前になっていました。そういった状況を少しでも緩和しようと誕生したのが6ドアです。6ドア車自体は1990年代から JR 東日本でどんどん導入されていき、2000年代になると混雑率が恐ろしく高い東急レート支線での混雑緩和を目的として東急の車両でも導入されました。しかしこういったのはつかの間、2010年あたりからどんどんホームドアの設置もしくは車両の置き換えによって定員が増えたから、そもそも6ドアがいらなくなる、こういったことが原因で6ドアの車両というのは置き換えられてしまいました。初めの方は東急は6ドア車を残したかったのですが、
他の工夫をすることによって6ドア車をつけなくても乗車率を緩和できることが分かったのか、最終的には東急も置き換えを決意しました。そして結局最後まで残ったのは中央総武線でしたが、こちらもホームドアの影響でやはり置き換えられました。そして置き換えが完了したのは不思議なことに2020年、およそ30年程度で日本からは6ドア車は消えてしまいましたが、中には日本から旅立ってジャカルタに行った電車もあります。そして偶然にもジャカルタでは日本と同じように鉄道の混雑がひどい路線がいっぱいあります。この結果偶然かもしれませんが、ジャカルタで6ドア車は第二の人生を送りつつも本来の役割をしっかり果たせるという非常にラッキーなことも起きました。もし6ドア車を楽しみたければジャカルタに行きましょう。というわけで今回はこれでお会いしましょう。私のチャンネルでは他にも鉄道ファンじゃなくても分かりやすい鉄道動画をいっぱい投稿しますので、鉄道のことをもっと知りたいと思った方はぜひ私のチャンネルを登録してください。私の動画の最新情報がガンガンやってきます。また面白いと思った方、ためになったと思った方は高評価、つまんなかったらいくさと思ったら低評価、私のことが好きになったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。今回はこれでお会いしましょう。バイバイ。